ということで、ついに来たアップグレードタイタンテレビも戦わしてみよう。イエーイ、やっと追加されました。ワク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 。さあ皆さん、私がよくプレイしてるこの G モッドのゲームにようやくアップグレードタイタンテレビ版のアドオンが追加されました。最近みんなからのコメントで、昔みたいにもっと戦わす企画もやってくださいって言われとったやけど、ここ最近新しいアドオンが全然追加されてなかったよ。でも背景見てもらったらわかる通り、タイタントリオに集まってもらいました。どうこれ、めちゃめちゃすごない?で、なんと言ってもこのアップグレードタイタンテレビが、ついについにほら、ちゃんとな、顔もついてんのよ。全部のモニターに。嬉しい。ほら、ちゃんと刀も持ってんねん。すごいで。あれ、こんなワッペン貼ってたっけ?胸のコアもあるし、光ってんねん、ほら。で、実はこのアップグレードタイタンカメラマンもちょっと変わってて、ほら見て、右手がピザカッターなってんねん。前まではこの仕様なかったんけど、で、この3人並んだ時の迫力よ。あ、ダークさん、今日も一日よろしくお願いします。ってことで、今日は久々のバチバチバトルやっていきたいと思います。で、多分このアドオンのリンクを貼ってほしいっていうお声もあると思うさかいに、今日は概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらご確認いただければと思います。今、チャンネル登録者20万人目指してるので、スケベリトイレが好きな方は、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。おねいこか!さあ、じゃあまずはね、早速アップグレードタイタンテレビマンに戦っていただきましょうよ。顔今表情あるやんか。実はこれ何パターンかあって、まずは何も出てない状態、あともう一個が顔がこの真っ赤っかなの攻撃してる時のウェーの時の状態、この3パターンがあって、もうすごいよな。こういう表情の部分までしっかり管理されてると。このさ、横側についてるこのモニターの感じもめっちゃリアルよな。で、これ自分でも操作できんねんけど、ほらほら、こんな感じで。ほらほら、おい、すごいすごいすごい。うわー、こんなも使えんねや。すごい、これはバトルが楽しみやね。怖い怖い、殴られてる殴られてる。怖い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 。実はね、スケビでトイレ側も何パターンか敵キャラ増えております。ってことで、出ていただきましょう。はい、出ました、クローン G マン軍団。見てこれ、なかなかこっちもリアルやろ。サイエンティスト倒した後に大量に出てきたクローン G マンの中のワンパターン。ピザカッターが4つついとって。さあ、じゃあまずはこのね、劣勢な状況、タイタンテレビマンどう戦うのか見ていきましょう。それでは、お願いします。はい、レッツゴー。うわ、一瞬何が起きた?ちょっとね、何が起きたかわからんかったから、さらにさらにクローン G マンの数を増やしてやっていきましょう。これはね、なかなか劣勢よ。さすがのアップグレードタイタンテレビマンもこの数はきついんちゃう?もう一回見てみましょう。それでは、お願いします。はい、来ました。はい、うわー、すごい。うわーなにあれ、ちゃんとこの胸のリアクターコアの部分からピシャーン出んの、恐るべしアップグレードタイタンテレビマン、えぐこれすごいわ。いや、これめちゃめちゃ強い境に、ちょっとスケミレトイレは数の多さで対抗していきましょう。はい、じゃあこれやったらどうやろう。だいぶ数揃えたよ。タイタンテレビはあの因縁の相手ってやるね。このロケットランチャーとか。で、このテスラスケミレトイレは相手を痺れさして動けんようにするから、このトイレたちが一気に倒せるかっちゅうのをやっていきましょう。それでは、お願いします。はい、レッツゴー。うわ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 、これはさすがにきついか。うわ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 、強すぎる、こんな誰も勝てまへん。さあ、じゃあね、場所変えまして、次私が戦わしたいキャラがこちら。はい、出ました、こちら。これみんな名前知ってる?バグソークルーシブルスケビディユリナルっていう名前らしい。もうトイレではないもんな。ユリナルってどういう意味だやろ?コンテナみたいな意味なんかな?これが64話に出てきた。ここにさ、ガンガン吸い込んでいきよるやつ。めっちゃすごないんで、これ。入っていったらどうなんの?うわ、すげえ。ほんまに吸い込んでいくんかみたいなとこを踏まえて、このキャラたちと戦ってもらいましょう。普通のカメラマン50体。ちょっとこれ拷問すぎる?これ全員吸い込まれていったらそれはそれでおもろいけどな。どこまで本家を再現できてるか。お願いします!はい、レッツゴー!さあ、どうなる?ああ、あれ
あれ交通事故忘れちゃって、なんかでも一体吸い込まれていってるような感じなかった。はい、じゃあこれやったらどうやろう。ラージスピーカーマン50体。カメラマンよりかはもうちょっと体力もあると思うさかいに、これで戦ってもらいましょうか。それでは、お願いします。はい、レッツゴー。あー、吸い込まれてる。吸い込まれとったぞ、今。え？全員吸い込まれてたね、今。もうちょっと吸い込まれてる感欲しいから、ちょっとね、距離開けてもう一回やってみましょう。お願いします。はい、じゃあ、これどう、吸い込まれる？あ、いやいやいや、すいません。すごいわ。さっきとほぼ変わらんかったけど、とりあえず吸い込まれていくことは分かりました。ええ顔してるなぁ。さあ、じゃあ次はね、本家じゃなくて、クロックマンシリーズの方で出てきたスクビディトレードの敵キャラ、これ見てください。なんか若干顔はちゃう気すんねんけど、一応ね、あのクロックマンシリーズ17話で、タイタンスピーカーマンと戦った、チェーンボールスクビディトレードやね。鉄球みたいなのもちゃんとついてるし、わりかし完成度は高いんよ。これがね、チェーンボールスクビディトレードね。顔怖いけどな。はい、じゃあね、せっかくやったらもう、アップグレードタイタンスピーカーマン。ちょっとね、デザインはクロックマンシリーズのやつではないねんけど、本家のね、アップグレードタイタンスピーカーマンと戦っていただきましょう。それでは、お願いします。はい、レッツゴー。どうなる？お、来た来た来た。あ、すごいよ。おー、おー、おー、すごい、すごい。やっぱ強いわ。どこ行った？おらんようになったぞ。鉄球ピーン伸びてもてるわ。いやー、さすがアップグレードタイタンスピーカーマンちゅうことで、じゃあ次の戦い行きましょう。さあ、じゃあ次はね、アップグレードタイタンカメラマンのね、このピザカッターバージョンの戦い方も見たいちゅうことで、一回ね、この2対2の戦いやってもらいましょうか。さあ、マフィアスキュビディトイレも出てきてね。これはどこで出てきたキャラやったっけ？もうわからんようになってきたけど、とりあえずね、一回これで2対2やってもらいましょうか。それでは、お願いします。はい、レッツゴー。さあ、来た。おお、すごいすごい。あ、おー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 おおお、めっちゃいい戦い。おお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 、この武器で殴ったり、あとはこれ胸からプシャー出したりしとったな。いやー、やっぱアップグレードタイタンコンビも強いねー。さあ、じゃあね、最後、今回の一番の見せ場、アップグレードタイタンテレビマンにもう一回出てきてもらって、サイエンティストと戦ってもらおう。さあ、じゃあね、今回この戦いが一番したかったんよ。それがこちら。じゃじゃーん、本家の再現バトル。まずはサイエンティスト、ちょっとね、武器は若干少なめやねんけど、これで堪忍してくださいっていうことで。で、なんとその隣には、固まってるけどね。一応ボロボロ状態のジーマン。これ逃げたジーマンやな。でも見てほら、こっからレーザーとか撃ったりしよんねん。ほらほら見て。すごい、だいぶアップグレードされてのGマンね。さあ、じゃあ、この戦いどうなるんでしょうか。本家の通り、アップグレードタイタンテレビマンが勝つのか。それでは、お願いします。はい、来ました。うおー、すごい、うおー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 、え？うおー、でも、サイエンティスト強い。うおー、すげえ、今、溜めてたな。すごいやん、これ。いや、これはチート級の強さやわ。さあ、じゃあみんな、本日ラストとなる、もうめちゃめちゃ大規模なバトルいっちゃいましょう。もうめちゃめちゃパソコンもなると思うけど、ラストこの戦い行きましょう。まずは、スケビディトイレ側はもう総動員。さっきボコボコにやられた言うても、ここまで集まりが強いと思うで。デュアルバズソーからトリプルジャイアント、マルフォームのテスラ、ハゲッチもおるし、ロケットもおるわ、ロケットも。で、バキュームにもファイアータグもいっぱいおる。で、相対するはタイタントリオ行ってもらいましょう。この並びやっぱかっこええな。どう、この迫力。さあ、本日ラストの大勝負、バチバチの戦い行っていただきましょう。それではお願いします。はい、来ました。重たい。うわわ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 、え、どうなってる？うおお、え、どうなってる？オーマイガーッ、強すぎるやろ。一撃やん。もうどうなったかわからんレベル。タイタントリオは全員生きてる。もうほぼ跡形も残らんぐらいやられてもうてるやん。バキュームはもう口あんぐになってるわ。
さすがタイタントリオ強すぎるということで、いかがでしたでしょうか。いや、このアップグレードタイタンテレビマンをね、使うっちゅうのは私の念願の夢やった境に、ようやく叶ってめちゃめちゃ今嬉しいです。いや、もういよいよこの Gbot のゲームの中でも、この3体揃ったら誰も語れへんレベルまで来ちゃってるね。で、あちきがね、あと追加されてほしいアドを言うたら、まずはドリルマンチーム。特にアップグレードタイタンドリルマン使いたいね。で、もう1体がトライタイタンやね。最近はトライアディアンっていうね、色違いのトライタイタンも出てきた境に、またこれ追加され次第、こういうバトル系の動画、ガンガン出していきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほら！チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。